ここ最近ですね、厳しい暑さが続いていますが、この先この暑さいつまで続きそうですかね。はい、ですね、太平洋高気圧が強くなって、はい、まあ、それで今晴れてるわけなんですけども、合わせてですね、上空に非常に高い高温の空気をもたらしてるんですね、はい、で、それを見ていただきますと、上空1500メートル近辺で、21度のラインというのがこういったところにかかってるんですけども、これ、地上で行きますとプラス15度していただいて36度になってもおかしくない、こういった非常に高温の空気になります。その内側にあります細い線のところ、これが24度になるんですけども、こちらの方だと39度になってもおかしくないという、そういった高温に今西日本東日本は覆われているといった状況になっています、はい、でこの空気なんですけども、なかなかこう、取れないといいますかね、明日にかけてずっと、残りそうです。で、21度のラインは梅雨前線が下がるに従って徐々に下がってくるんですけども、太平洋側の関東、東海、こういったところは明日も21度以上、そして24度の、39度まで上がってもおかしくない、そういった空気に覆われるということになりますので、明日も、こういった東海関東を中心としたところでは厳しい暑さになりそうなんですね。まだしばらくは厳しい暑さが続きそうです。しっかりと熱中症対策を行ってください。最新の気象情報はアプリウェザーニュースからもご確認いただけます。